フォーメーションを突き破るドリブル。
前半15分折り返す。さあどちらのボールになるのか。ガンガンプレスをかけます。シュート。これはコーナーキック。さあチャンス到来。ミスでしょう。シュート。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。シュート。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。キャッチされた。さあここからどう攻める。ダンブル。コーナーです。さあチャンス到来。シュート。前半戦終了。前半戦までの途中、後半戦キックオフ。
にさせてはいけない。大きくクリアしました。後半5分経過。シュート。イケイケドリブル。さあどちらのボールになるのか。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。おっと奪った。流れを止めた。これはチャンス。さあここからどう攻める。キーパー真正面。さあどちらがボールを支配するのか。後半25分。さあここから。スローインです。ここから狙う。ヘッド。正面。シュート取り損ねた。さあスローインです。シュートちゃんと狙って打ってほしい。
込む。ハイボールを競り合う。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。ここで折り返す。ピッチを優雅に徘徊します。キーパーこぼした。コーナーキックです。チャンスボールになるか。おっと旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。スライディング。さあここからどうする。コーナーキックになります。
さあチャンス到来。30分過ぎました。シュートポスト郵便です。スペースを見ないと、おっと反応できませんでした。インターセプト、シュート、させてはいけない。スローイン、これはゴールキック。ミスでしょう。ドリブル、ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで、つないで、スローイン、左へサイドチェンジ。さあここからどう攻める。
コーナーキックになります。華麗なドリブル。速攻。出た。ふわっと上げた。さあどちらがボールを支配するのか。さあここからどう攻める。打ってきた。さあどちらのボールになるのか。大量得点による一方的な試合展開でした。
それではまず中西さんに試合について伺いましょう。主審、笛を吹いた。壁を作ります。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、シュート、外してしまった。これは決めなければいけない。ミス、スタンドから吐息が漏れます。シュート、キャッチされた。最後のところで崩せない。
がる。キックミスでしょう。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。外してしまった。これは決めなければいけない。ここで選手交代です。るのか。体を入れてきます。前半終了まであと5分。シュッシュート。キャッチできない。おっと奪った。オフサイドにはならなかった。放り込んできた。ここで笛です。前半終了。前半戦がさあ後半戦が始まります。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ポスト直撃。ヘッドでつなぐ。宙をさまよう。インターセプトを狙う。最終ラインの押し。流れを止めた。ボールを囲んでいきます。スローイン。危険なタックル。なかなか壁を崩すことができません。キーパー正面。さあどちらがボールを支配するのか。
コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。さあこのまま攻め上がれるか。折り返した。アンビリバボールゴールスーパー。左へサイドチェンジ。決まった。さあチャンス到来。ジャンプ。ファーポストを狙ったシュート。あと10分です。ただいまのゴールシーンの狙って打ってほしい。高く上げたシュート。バンブルシュート。コーナーキックです。ボールマウスに嫌われた。さあチャンス到来。シュート。キーパーこぼした。コーナーキックになります。さあチャンス到来。コーナーです。さあチャンス到来。空中戦シュート。圧倒的な強さ、一勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようです。